さあやっていきましょう。模式をシリーズパート49回でございます。今回から縦の画面は16:9、そして右の左の端っこに、右の左の端っこにって言ったらなんだそれ、画面右下の端っこにこの黄色いアザラシを出してます。 VTuber 化第1弾かVTuber 化して一番初めに上げるのはもちろんこの動画焼きつくでございましょう。できればね、手が動かしたいけど、手動かしてこれがあれがみたいなしたいけど、なんかその手動かすやつ買おうと思ったら1万5000円ぐらいするんですね。1万5000円は出せない。あ、そうか、いやダメだね。今思いついたのはこう手、ここのエリアにね、ここのエリアをなんか有効活用したいじゃない、せっかくここにあるんだから。ここに焼きつくの攻略本のウェブカメラかなんかで出しながらって思ったんだけど、ウェブカメラ2個いるよね、そしたらね手元でこう焼きつくの攻略本のやつをここ見せながらやりたいぐらいだけど、その辺は編集でやれっちゅう話か編集でやらない編集、前回の動画はちょっと編集のあれ入れてみたんだけど、まあめんどくさいわね、やらないわやらないわじゃないよ、やれよって思うけど。さあ今日はね、前回相川撮ったんで、また誰か撮ろう。もうね、トレードはねバンバンするに限ります。でもうちのチームそんなに穴ばかりというわけでもない。相川はね、相川いるからね。誰か欲しい選手いる？いる？言うほどいる？ショート田中健介がいる。セカンドは金子誠がいる。ファースト清宮で、サードは小笠原。小笠原のバックアップとかになれそうな選手がいてくれたら嬉しいけど、近所とかね。基本はやっぱ投手、野手もな、怪我したらって思ったら、まあ、誰かいい選手がいたら取りたいとこだけど、まあ、ファーストの清宮がいるってうちは、まあ、清宮を使い続けるでしょ。サード、ショートとかにいい選手がいたら欲しいね、ショート、セカンドにね、東で東ではまさに一番欲しいポイントだが、若いしね、東で若いし欲しいけど、相川取っちゃったからな、まあ、キャッチャー事情は一応解決したと言ってもいいでしょう。いいでしょう。疲労がいいな、この疲労子がいたらさ、ニオがいらないよね、正直。ニオが取っちゃう、相手の晩年はハムにも来ていたニオカ、このニオカを取っていく取っていくとか言ってニオカを取れる選手はうちにおるんか。例えば野口を放出すると、うちの野口ですら、いやーちょっと野手が手薄だよね、うちのチームはね。例えば稲葉を出すとして全然滋賀にも勝てない。例えば稲葉と野口を一緒に出すとしてダメだ、誰と釣り合いがつくな、仁岡と岩本出そう。あーそうね、確かにね、人員整理してると見られればますます確かにその通り。じゃあうちの清水を、ダメだな、やめとこ。出したい選手が特にいないんだよね、この中でね。なんか余ってるっていう感じの選手があんまりいない。強いて言うなら野口、相川がいるから野口でいいんだよ正直。でも野口を放出して欲しい、ね、どう思う今岡とか、すげえな今岡。なんかできれば阪神由来の選手を取っていきたいけども、ハム由来の選手も大体もういないよね。ね。こう名前見てもそんなにこう惹かれる選手はそんなにいない気がするね。岩村とか取れたらいい感じって思うけど、まあ、いろんなの取っても取れないもんね。西武とかからなんかいい選手が。ね、こう見て。
って。赤田ってハムにいたよな。赤田翔吾。翔吾いたよね。おっ。おっ。赤田翔吾取ろう。セカンドだから、まあ、金子誠の後釜程度にしかならんけど。あ、赤田取ろう。投手一人ぐらい出して赤田取ろう。誰がいい？誰がいい？ほっ、ほっ、ほっ、いや、うん。坂東逸郎。いや、ちょっと違うな。これは違うな。なかなか、なかなか、なかなか微妙なとこだね。ここ編集でカットしよう。まあ、いろいろ模索した結果、カワードになりました。カワードでいいトレードとなるので、まあ、しょうがなしだね。しょうがなくカワードを放出。取ったばかりですけども、カワードを放出。赤田翔吾、まあ、走力が高い。で、まあ、一応セカンド守れる。でも、ハム由来の選手ということでね。まあ、いいでしょう。打診してみましょう。まあ、赤田はね、言うて、ハムは、あんまり長くはいなかったよね。日ハムにはそんなに長くはいなかったと思うよ。うん、今、なんで背番号したんだろう。スタッフ交代したかったんだ。だから、まあ、そんなに関係あるっていうほどじゃないな。結構ね、個人的にはまあまあ期待したんだけど、2年ぐらいやって引退したんだよね、確かね。確かセンターがなんかの外野手だったと思うけど、誰かいい子、ヒートいないかな。いない、いないね。いるけど、まあいないね。大野とかめっちゃいいけどな。その藤田元志がまたいいんだよな。まあいいんだよな。いたら藤田はめっちゃいいんだ。エースの資格っていうコーチ練習が、それがいい。これはどうだろうな。ピンとくるのはいないな。よし、これ栗山が来るまで一応スタッフは月ごとに見ていく。栗山か梨田か、あの辺ね。大島でもいいけど、大島さんはもう一回って感じなのか。大島さんは別にいいか。最初に大島だったからね。だから、まあ栗山とかかな。来たらガッフェが来るまで、ガッフェガチャ。もうカワードトレードに出すって決めたんで、もうカワードアホほど投げさせよう。アホほど投げさせよう。こうしてみるとね、ちょっとね、調子の悪い選手が何人かいるんで、そこがちょっとね、野口なんかを相川に変えていこう。そして、まあこれだね、これね、4、5、デイン。次、カワード。とりあえず投げさせておく、カワード。いや、結城かな。で、野口の調子が絶不調なので、相川を代わりに出していく。次、カワード。カワードを投げさせて、野口の調子が悪いので相川を出していく。若田部か、懐かしいな。うい、負けてる。7点取られてるね。カワードがここでも体力力尽きたという感じに見えますね。1人で7失点やりますね。1人で5失点か。まあでもここまで出てるランナーを2人返しただけなんで、まあカワードだけの7失点かな。自責7ですね。 18.90、 これはいただけません。トレードに出される予定のカワード選手、これはいけませんね。これはいけません。カワード選手、これではトレードに出されてしまう。うちうちではすでにカワードの放出は決まっているけれども、この球団の上層部としてはカワードを出す理由が欲しいので、カワードがしくじったというふうに世論を操作していくというね。納得させて干していく。これがうちのチームのやり方。カワード選手には残念ながらここからずっと練習では休んでいただき、馬車馬のように投げていくということになるわけですね。せっかくうちのチームに入ってくれたカワード選手ですが、残念ながらちょっと野口の調子が今一つなので、野口の調整、それから清宮の調子も下降しているので清宮を調整、あと坪井の調子も悪かったので坪井も調整。ここは細かい、きめ細やかな
きめ細やかな指導をしていく。坂東一郎、坂東一郎はコントロール練習をしている。いや、コントロールでいいかこいつ。本当に本当にコントロールでいいかこいつ。パワーの方がいいんじゃないか。パワーよくわからない。さあ見ていきましょう。何も見ることないな。一応関根のフォークを鍛えている。これね、関根はね、うまく育てれば中継ぎの柱になるんじゃないかなと個人的に思っている。こうやって人気見ると投手陣はあまり人気のある選手ないから、やっぱ人気絶頂とか A とか小笠原の A が一番高くて、新庄の S ですね、5番道も SAA の外野手。清宮の人気はどうかって言われると、清宮未だに D なんですね。うちのチームで新人からずっと打ち続けている E もパフォーマンス。清宮は未だにここで試合を見ていきましょう。清宮未だに人気 D ということでね、細かくコロナがないんでね、野球の動画はもうどんどんどんと上げていく、と上げていく。さあ、今週はそうですね、カワードはあくまでも最後にとっておかない。カワード出そう。ここでカワード出していく。こうやって見るとあんまりこう調子のある選手いないね。今の一見で大体、今回は磯部が調子いいのでキャッチャー磯部で出していく。はい、負け。次正代付き、なんとなく正代付き来そうな気がしたので、正代キャッチャーは磯部。2対6いいピッチングをしてますね。ちょっと正田の成績見てみましょう。8回9安打2自責点の8奪三振ということで、まあ、これはいつ崩れてもおかしくないという投げっぷりですね。たまたま抑えて、なんでこれ原田が出てるの、原田、堀田が出てるの。堀田なんか出したらいかんと思うんだけど、うちのチーム清宮が1点、稲葉が2点、そして新庄、オバンド、稲葉、金子とヒット、田中の押し出しで1点という感じですね。まあ、相手はヒット打ってるけどこちら勝ってるということですね。さあ、第3戦目、ここでガンちゃん、うちのエースガンちゃんを当てて、この試合を見ていくところをことにしましょう。勝ちたい、ぜひとも勝ちたい。勝っていきますよ。ちょっとね、観客動員が今9900人だったんでね、ちょっとチケット代が高すぎるのかもしれないなと今一瞬見て思った。ちょっとチケット代が高いかもね。でもそろそろ球場大きくしてもいいね。そろそろね、球場大きくしたいけど、したいのは山々だがお金がない。ファイターズ球場。ガンちゃん先発はガンちゃん、キャッチャーは野口、ファーストに清宮、セカンドに金子誠、サードは小笠原、ショートは田中健介、レフト稲葉敦則、センター新庄剛志、ライトが坪井の友近という、この布陣で今日の試合やっていこうと思います。ホームゲームは日ハム、ホームは日ハムで、ビジターは、ロッテとなってます。ロッテの先発は確か後藤だったかな。さあ、先頭バッター小坂に対して、今を打ち込む、フルカウントの末打ち込みましたね。これは幸先のいいスタートと言っていいんじゃないでしょうか。次の酒井にシングルヒット、ライトを右中間のシングルヒットということで、まあ、うちの外野陣はね、まあ、新庄はじめに肩が強いので、まあ、多少長打を打たれようとも長打にならないというふうな鉄壁の不全を施っているわけですね。田中幸雄、うちから放出した田中幸雄が DH でロッテの6番を張っている。そしてなおかつこの大ピンチ、いいスローカーブですね。山本ちとなんとかこのシーン抑えてもらいたい。いいストレートが外角にビシッと入る素晴らしいストレート、そして勝負球がスローカー、完璧ですね。今頃ロッテのすでは田中幸雄がスパイと戦われていることでしょう。はい一つ一つもっとじっくり見ていく。いや、見ていかないよ、誰が見るんだよそんな誰がそんなじっくり見ていく。おお、早っ、攻めが早い、うちのチーム攻めが早い。さあ、そして新庄打席に入って、これちょっとバントの構えに今したんですね。さあ、
ピッチャー、ヤブタね。ヤブタが先発か。ヤブタといえばね、まあ、ロッテのなんか最優秀中継ぎ投手とかに輝いて、その後、大リーグ挑戦したよね。ロイヤルズかな、ロイヤルズあたりに挑戦して、その時の監督がヒルマンで、ヒルマンがめっちゃそのヤブタを評価してたっていうことから、まあ、ロッテと日ハムではあるけど、そのヤブタ取ってロイヤルズで合ってるから、そこちょっと怪しいけど起用されたんだけど、大して活躍もできず、ヒルマンも大して成績も振るわず、なんかしょぼーんって感じで終わったのを覚えてる。なんかその日ハムファンとしてはヒルマンすごい好きだったから、大リーグでもこの名監督ならきっといい成績を残してくれるだろうっていう気持ちで、なんかこうちょっと大リーグ追ってたんだけど、でそのヒルマンの隠し刀がヤブタだったんだけど隠し刀っていうか、そのなんかその秘密兵器というか、その日本の手土産みたいな感じなのがヤブタだったんだけど、まあね、大した期待も大した成績も残せずみたいな感じでしたね。見よこの完璧なバント、すごいなら余裕でアウトか。バントあまりうまくないんですね。さあ小笠原、超攻撃的に2番バッターということで、小笠原をやはり2番に置き続けて、すごいな、今見た、いやこれはファールかな。さっきその初球にホームスチール&バスターエンドホームスチールみたいな感じになってたぞそれはさすがにいくらなんでも小笠原のコーダをこうあれしすぎでしょ、過信しすぎでしょ。ここまでは日ハム攻め続けていますけども、残念ながら得点は1点、ここでもう1点ぐらい入れておかないと、ちょっと気配が怪しくなってきますね。もう1回怪しくなって、しかし新庄ここは何の工夫もないセカンドゴロということで、3回まで回が進んで、しかしながら1点日ハムがリードという形になっています。さあロッテですけれども、ロッテもヒット重ねていますね。ここまでヒット7本、両立ともなんとかギリギリ0点で抑えてはいるけれどもという、そういう具合ですけど、まだここも0点で抑えましたね。さすが宮本ガンちゃんですね、この粘り強い粘り越しのピッチング、決して防御率は高くないけれども勝ち星をさらっている、そういうピッチャー好きですね。圧倒的な防御率で抑える選手よりも勝っていく、やっぱ勝ち星が大事。プロ野球っていうのは防御率で語れる、奪三振で語れるっていうところもあるけど、ピッチャーの良さはやっぱり一番大事なのは勝ち星なんですね運だよね、はっきり言って勝ち星ってのは運だよ。でももしかしたら勝ち星っていうのも運だけじゃない、例えば野手が奮起するとか、なんかこういい間合いで打席に入れるとか、もうその野手も頑張ってやろうこのピッチャーのためはみたいな、そういうのそのリーダーシップがもしかしたらその勝ち星っていう成績に影響するのかもしれないな、なんてことを考えたりもしますね。語っていく、すごいランナー出ることできません。小笠原も残念ながらホームラン小笠原だけが点を取っている、小笠原個人軍となっている順ちゃん。しかし清宮もやはりここでヒットが出ない。ここちょっと気をつけた方がいいですね。ファーストには俊足の小坂、バントをしてもいいし小坂を走らせてもいい場面、監督がどう考えるか。素晴らしい、いいストレートだ。これ7回ピッチャーを変えたいところだけども、いや微妙だね。左ピッチャーに変えてもいい場面ではあるが、よし抑えた。これが新庄の肩なんですね。プリモ誰センター、プリモ、これがロッテの新外国人選手プリモ。おお、ボールですね。
こっちの上の方向くからさ、まあまあ上を向いてるときはまあ右はそんなにあれだけど、アザラシの話ね、この 右下のアザラシのってね、下向くともうヒゲボーンって、ヒゲボーンって、これなんとかしたいの。素晴らしい、ガンちゃんいいピッチングをしてますよ。毎度ガンちゃんにピッチングしてます。ここでオバンドが塁に出たので、オバンドに早速ダイソーを出します。ダイソー石本、足のスペシャリスト、我が日ハムにおいてこの石本の足は絶対。そして、うん、そして打席には稲葉、侍ジャパン代表監督も務める稲葉ですけども、残念ながらここはアウト、足が遅いんですね。さあめちゃくちゃ大事なこの場面、ワンアウト三塁、ダメ押しが欲しいこの場面で、金子誠残念ながらサードゴロ、何の工夫もないサードゴロ。さあこれ野口のところでピッチャーを変えていきましょう。代打出しましょう、代打磯部か、まあ、磯部はうちのチームの中では唯一のチャンス B なので、代打陣の中でね、かなり期待できるんじゃないでしょうか。さあ代打の切り札、磯部、初代楽天イーグルス、ミスター楽天イーグルスかなって言われてなかったかなどうだろう磯部を繰り出していく、近鉄残党でありながらもう楽天の初年度あたりをスターだ、ミスター楽天というよりは楽天の初代の選手会長なんじゃないかな。いいんじゃないか、これは素晴らしい、これが楽天を支えるパワー、磯部ですね、楽天を支えた、なんか、うん、晩年はそんなでもなかったよね。さあ磯部にダイソー、うちのチームで2番目に足が支えない、森本か平下、しかし平下の足速いので平下にダイソーを出てもらう、それも確実に走ることでしょう。いやもうこの3点目で勝ったの同然だね、完璧、顔が落合の A みたいな、完璧ワンストライク、ツーボール。バッティングカウント。金子、田中健介。いやー、センターフライですね。さあ、ここでピッチャー変えていきましょう。両打ち右ということで、ピッチャーは右でいいんですけども、右の中継ぎ、打ちで右の中継ぎでいいという選手は誰がいいかな？まあ、やっぱこの中だったら、桜井かな、信頼感が違うな桜井は。ちなみに現役時代のこの桜井幸宏の投げてるところ見たことはない見たことはない、名前でしか知らない。フォアボール、しかしこれそらす、待てよ、そうだ平下に書いてたわ、あちょっと今のはちょっと良くないプレーが出てしまいました。監督の指示は良くなかったですね。さあ、もう2アウトまで追い込んで、もうロッテとしてはもうベテランもう引退間近なところで追い込まれている堀ですね。結構堀もロッテファンからは愛されてたんじゃないかな、愛されてたような気がする。よし、取りました。一塁へ送球。よー、オッケー。吉田篤史。ナイスバッチ。坪井即盗塁。100% の盗塁ですね。さあ次、盗塁が決まったので、小笠原が得点圏に進んだということで、キャッチャーフライ、ホジャヒですね。いや、いいフォークだね。ここ新庄の打席見ていきましょう。これは内野フライじゃないか、ポテンヒット、いいですね、お膳立て完璧。
まさに清宮に一つ打点を上げてくれと言わんばかりのシチュエーションが完成した。新庄は当然即盗塁、これでワンアウト二塁三塁、一打で2点をもぎ取れるこの絶好の機会に、なぜか監督が指示したのはホームスチールというかバスターエンドホームスチール。バカなのかな、ちょっと監督が、うちの監督ちょっとバカなのかもしれない。ゼロ万円で雇ってるからパワープロのアホな監督なのかもしれない。ちょっとバカなのかもしれないね、これはね。一番厄介なタイプの実況民が監督してる可能性がありますね。ここでホームスチールでもしたらいいんじゃねみたいな。どうなる、ここでホームスチールさせたらどうなるんやろみたいな、そういうやつが監督やってるっていう状態ですね。抑えのエースミラバル、うちのエースはミラバルだということですね。三塁の小笠原を、森本ひちょりに変えた方がおそらく守備力は上がる。あとはレフト島田と、いやまだ稲葉の方が上か。さあ守備固めも達成ですね。さあ森本ひちょり、足の速さそして肩の強さ、まだサードの守備はいまいちだけれども、補給サードの守備ハードサードの補給はいまいちだけれども、その2つ肩の速さと足の速さでやはり三塁の正捕手、正三塁候補となっているのはやはり次期サード候補は森本ひちょりですね。このゲームでは森本ひちょりは内野手登録されているんですけどね、後にサードは内野手ができずに不動の外野手になりましたからね、名手になりましたからね。だから結局内野手を失格して外野でなんかその名手になるっていう選手が多いのは、それだけ内野が難しいってことなんだよね。だから内野で、あ、この選手守備が上手いなと、守備が下手だなと思っても、それは一般的な野球選手の中から見ればもう圧倒的に守備がいい選手である可能性が高いよね。例えばその福留なんかも名手って言われてるけど、ショート時代にショート元ショートだし、ショートの頃にはやっぱ守備が上手い選手とは言われてなかったし、ね、だから外野ですごい守備が上手い選手、例えばイチローと松井和夫を比べて、一般的にイチローのレーザービームとかイチローの守備が上手いって言われがちだけど、おそらく本当に2人並べるときには松井和夫の方が選手としての身体能力も守備のセンスも高かったりするんじゃないかなって思うよね。思うかな松井和夫語り、言うほどそんなに好きな選手ってわけでもなかったけど、でも晩年もね結構ね渋くてよかったよね。松井和夫の楽天ファンなんかは結構松井和夫好きなんじゃないかなと思ったりしますよ、どうなんだろうな、晩年結構そんなに楽天ファンの視点で見てなかったから。で、あ、試合終わってた余裕やっぱ強いね。こうやって指示送ればね、アホ監督の采配がないんでね、勝てますね。0-3で圧勝。しかしちょっとあれだな、近鉄が飛び抜けてるね。これは由々しき事態と言ってもいいんじゃないでしょうか。9,500万円、ちょっとね次回までにも忘れてるだろうから、チケット代だけはちょっと下げておきましょうね。こうしてみると本塁打はもううちのチームのうちバカスカ打ってるから、こうやって見るとそんなに追いついてないって感じしたけど、こうしてみるとセーブ少ないね。監督の方針なのかな、監督がちょっとこう引っ張りすぎなんじゃないかな、もしかしたら。長月あんまり信じずにちょっと引っ張りすぎかもしれないね。はい、2億円。ちょっと経営の方でチケットの値段を4,000円から3,000円に下げて、で2億あるんで球場設備から球場の増築に踏み切りたい。あ、こっちじゃなかった。球場の増築ってやっぱスタジアムか。たった1週間分進めただけなのに、えらく時間かかってるな。
増築なん4億たっか4億はちょっと出せないですね。はい、すいません、4億はちょっと出しゃばりすぎました。4億も出せるほどうちはお金が潤沢ではなかったよ。球場設備は無理だけどサイドビジネスでグッズショップは作ってもいいかな、ダメかな。まあ、来月の頭にお金が残ってたらそういうことしましょうかね。ということで、まあ、今日はここまで、少ないですけどね、まあ小刻みに野球つくの動画を上げていって、まあ、そのコロナとかで自粛してお家にこもっている人のささやかな娯楽にでもなればと思いながら、野球好きがね、野球見えなくてさ、もう悶々としてるだろう、そういうところにこうやって野球のね動画を上げていって、まあ、暇つぶしをしていただければいいんじゃないかなと思っております。ということで、じゃあここまでということです。またまた。